松永純一君。はい、皆さんこんにちは、自由民主党和美の松永でございます。本年8月23日猛暑の中で出向されました市議会議員選挙で多くの皆様方のご支援により初当選をさせていただきました。また本日12月定例議会初日に一般質問ができますことに対し市民の皆様方そして関係の皆様方に合わせまして心から感謝とお礼を申し上げます。私はこの3月の定例議会まで議員の皆様方の質疑一般質問に執行部として答弁をしてまいりましたが8ヶ月この本日、180度転換をいたしまして質問をする側となりました。立場は変わりましたがこの神聖なるビジョンにおきまして市政の発展のためそして市民の生活の向上のために議論ができますことを大変好人に存じるところでございます。先輩議員におかれましては今後約4年間ご指導ご鞭撻を賜りますようによろしくお願いいたします。それでは通告に従い質問いたしますが本日の一般質問7名でございます。私の後にもまだお二方いらっしゃいますのでなるべく短時間で終わらせていただきたいと思います。私が今回質問いたしますのは大きく2点でございましてこの両方とも地域経済の活性化つまり地域の活力に関するものであります。まず1点目は林業の現状についてでありますが先ほど大和議員も言われましたように今林業は非常に厳しい状況であります。イグサ、水稲、平坦地の農業につきましても大変厳しい状況とは思いますけれども林業はそれ以上に厳しいものであるというふうに思っております。そこでこのどれくらい林業が厳しいかということを少し一部ではありますけれども数字で申し上げますと昭和56年12月、境にいたしまして木材の価格はどんどん下落をしてまいりました。これは国の木材の輸入自由化それによります外材の輸入と住宅建築の不振などの理由からであります。当時1立方メートルの丸太木材市場で大体3万8000円から4万円をしておりました。1立方メートルの丸太といいますのは長さが4メートルの場合大体生育地が16センチ程度それが10本ぐらいが約1立方メートルでありますのでご想像していただけるというふうに思います。現在その1立方メートルの丸太が1万円前後で推移をしております。4トン車のトラックに5立方メートル積んで木材市場へ運びますと当時20万ぐらいしておりましたものが今1台5万円程度であります。27年前に比較いたしまして丸太の価格が4分の1に低下をしており、この間人件費資材費などは高騰をしておりますのでこの方からもいかに林業が厳しいかということがご理解していただけると思います。また林業従事者が高齢化し後継者がいないことも森林林業地域にとっては非常に大きな問題であります。加えまして近年鹿あるいはイノシシ等の獣害もこの被害額が倍増しておりまして林業にとっては深刻な問題であります。今日はこの獣害については触れません。しかしそのような中ではありますけれども本市の林野面積は総面積の 73% を占めておりまして林業は重要な産業であります。また森林は水源関与をはじめ
二酸化炭素の吸収と酸素の供給、温暖化防止、災害を防止し国土を保全するなど多面的機能を有しております。森林林業地域は水や酸素を育んでいることからいたしましても、私たち人類が生活する上でなくてはならない地域であると言っても過言ではないと思っております。現在のような状況が続けば、伐採後の植栽放棄地が増大し、適正な保育が行われず、森林の持つ多面的機能が失われることになります。市長は9月定例1回冒頭の所信表明で、農林業は非常に厳しいというふうに申されましたが、本当にこの厳しい状況をどのように認識しておられるのかお尋ねをいたします。2点目は観光の振興についてであります。本市の観光客の入り込み数は平成20年の統計では約190万人となっております。その主なものは 3D マーチ10万8千人、全国花火大会28万人、三重県祭15万人、その他各種スポーツ大会などの行事32万人となっております。非常にイベントでカウントされるものが多く、その半分弱を占めております。しかしこのことを批判することは全くありません。さらなる強化充実が必要だと思っております。しかしながら、このようなイベント的な観光だけではなく、年間を通じて観光客が訪れる地域となることが必要ではないかと思います。なぜならば、観光は直接間接に生き生きとした産業の道をもたらすとともに、それが成立するだけのそこならではの個性的な美しさ、豊かさ、味わい深さが作り出されることが不可欠となるからであります。また観光は最も人間らしい心と物の交流の形態であり、地域に活力と広範な連携をもたらすものであるからであります。そういった中で、特に本市は五箇荘という素晴らしい観光地としての財産を抱えております。五箇荘は三市水明、新緑や紅葉など自然美あふれる地域としてのみならず、秘境、山奥、隠れ里のイメージが全国的に知れ渡っている非常に特徴的な地域であり、呉子古代踊り、神楽など伝統芸能も伝承されております。しかし平成5年合併前の五箇荘を中心とする泉村の観光客の入り込み数は23万8千人をピークに、昨年の平成20年は約15万5千人と減少いたしております。市長は先月11月3日に、今年の紅葉が一番美しい時に五箇荘の観光施設を中心に初めて視察をされました。そして所信表明では、広域観光ルートの確立が必要であると言われております。五箇荘の観光についてはマニフェストには一言も触れてはおられませんが、今後の開発も含めどのように認識しておられるのかお尋ねいたします。壇上からの質問は以上とし、小項目については発言者席より行わせていただきます。市長、福島和俊君。山本議員の質問に続きまして、松坂議員の木材、林業に関する厳しい今お話がございました。森林は木材、生産のほかに水源の関与、災害の防止、地球温暖化の防止、レクリエーションの場などの多様な機能を有しており、
おり、私たちが安全で快適な生活をしていく上で重要な役割を果たしております。しかしながら、今議員が詳しく説明されましたとおり、長引く木材価格の低迷による林業の再生産性の悪化により、適切に管理されない森林が増加し、局地的豪雨による山地災害や鹿による森林被害が増大するなど、取り巻く環境は非常に厳しい状況であり、森林の持つ広域的機能の低下が心配されております。一方、平成17年の京都議定書の発行に伴い、地球温暖化防止において二酸化炭素の吸収減対策として森林整備が強く求められており、今後とも間伐などの森林整備保全を加速化していくことが重要となっております。このような状況の中で、本市においては森林の持つ公益的機能の発揮や良質材の生産に向けて、多様な健全な森林づくり、林業木材産業の再生についての取り組み、国県などの補助事業を活用した林道作業道などの基盤整備や造林間伐などの森林整備について補助を行っております。また木材利用においては、木材需要拡大推進会議や市内林業関係団体と連携を図り、住宅や公共施設の 木造化を促進しているところです。今後とも林業の活性化および森林の健全化に対する各種施策について、国県の補助などを活用し、引き続き実施していきたいと考えております。以上です。議長。松永純一君。はい。市長の林業の厳しい状況に対するご答弁をいただきました。これまで林業あるいは森林林業主体についてはあまり関心がなかったというふうに思いますけれども、やはりこの本市の 73% を林野面積が占めているということに鑑みまして、今後は重要な産業の一つとして位置づけていただけるようお願いいたします。そこで、この厳しい林業の状況を少しでも緩和し、雇用の拡大につなげ、しいては地域経済の活性化を図るために、八代市が所有する市有林の活用を提案し、市長の見解をお伺いいたします。平成17年8月、合併後の市有林は約810ヘクタールであります。このうち杉・ヒノキの人工林は約430ヘクタールであり、人工林のうちすでに伐木齢に達している10齢級以上の林分が約200ヘクタールであります。考え方はいろいろありますので、この伐木齢に達している人工林を木材価格が安い今、さらにその70年80年と体系木としてストックすることも重要ではあるとは思いますけれども、私はやはり今、市有林を積極的に活用すべきだと思います。すでに伐木齢に達しております人工林200ヘクタールは、毎年10ヘクタールずつ伐採しても20年かかります。この20年のうちには、さらに伐木齢に達してくる林分も出てきますので、予測ではありますけれども、25年ぐらいは種伐処分ができるというふうに思います。まず伐採にあたりましては、林内に作業道を先行し、開設することといたします。市が所有する土地でありますので、後々の管理のことを考慮し、側溝や横断溝、ブロック積み、あるいは
勾配のあるカーブはコンクリート舗装をするなど、一般的な作業道より少しグレードの高いものを作ることといたします。作業道につきましては、周辺の民有林とも連携し、補助事業として実施をすれば、一般財源の投入はなるべく少なく抑えることができます。公共事業が年々縮減される中、作業道の開設がまず公共事業の拡大につながると思います。作業道を開設し10ヘクタールの山を伐採すると仮定いたします。50年生前後の杉林を伐採いたしますと約4000立方メートルの木材が生産されます。木材市場に搬出し1立方メートル1万円で販売するといたしましても4000万円の収入になります。経費につきましては場所により多少異なりますが、素材生産費、運搬費、市場手数料など3分の2かかったといたしましても1300万程度が残ることになります。逆に言いますと2700万円、これは林業従事者の人件費あるいは燃料費、資材費など地元で消費されることになるわけでございます。伐採後は当然植栽することになりますが、電力会社が植栽する苗木に対し全額負担をいたします九州ふるさとの森づくり事業があります。こういう林であるからこそこのようなインセンティブが認められる、そういった制度を活用すれば有効であると考えます。また伐採後落葉広葉樹を植栽し水源寛容林として上下流域の団体が連携して植栽をすれば県の水と緑税の補助事業も活用可能であります。私は現在氷川せせらぎの会という任意団体に所属しておりますが、八代市と氷川町が所有いたしておりますコミュニティの森の捕食を5年から6年ボランティアで行っております。このように水源寛容などを目的にした広葉樹植栽に対しましてはボランティア活動もできる状況であります。さらに小中学生を子どもたちを巻き込みますと環境学習の一環になると考えます。毎年の10ヘクタールの私有林の処分が25年間可能だといたしますと、素材生産、輸送、そして植栽、保育など雇用の拡大はもちろん、苗木の生産、販売など林家の所得の増大につながりますとともに、森林組合の育成にも寄与できるものと考えております。このような私有林の活用について市長の見解を伺います。市長福島和俊君。正直申しまして今正川議員の詳しい説明で八代市の私有林が810ヘクタールあるんだと、あと詳しくいろいろご説明をいただきました。この私有林の管理につきましては現在その現況の調査や作業道の管理などを主に行っておりますが、すでに伐採の時期に達した森林もたくさんあるようでございます。そこで今後の対応ですが、はじめに私有林全体の把握が必要であり、全体の状況を把握した中で作業道などの基盤整備状況や伐採後の植え付け及び管理などを考慮しながら管理計画を策定したいと考えております。計画策定にあたっては現状では私有林に対する植え付けや下刈りなど保育についての国・県の補助はありませんので、伐採後の管理に要する経費を考慮するとともに民有林を含めた作業道などの基盤整備やボランティア活動を含めた
検討が必要と考えております。植林は市民の貴重な財産でありますので、今後とも適正な管理を行いながら、林業の活性化と森林の持つ公益的な機能の利活用を図っていく計画でございますので、どうか松永議員の英知をお貸しいただきながら一緒にやっていければと思います。よろしくお願いします。議長。松永純一君。はい、はい、ありがとうございました。市長の私有林に対する見解を伺いました。800ヘクタールを有する私有林の全体計画ができていないというのは少し残念なことではありますけれども、まだ合併して4年という短い期間、あるいは職員の数も限られておりますので仕方がないというふうに思います。今後は管理計画を立てて林業の活性化を図りたいという考えがあるというふうに理解をいたしました。早急に取り組んでもらいたいと思います。市が所有する財産であります私有林を活用することが市の財政状況に大きく寄与することは多少無理があるといたしましても、雇用の拡大、林業従事者の後継者育成、林家の所得の増大につながるものと確信をいたしております。さらに本市は八代三財の量促進を図っている中でもありまして、私有林から生産される木材はまさに八代三財そのものであります。またちょっと参考といたしまして、平成21年度八代市内の国有林に国がかける予算は9,659,000円であります。その内訳は除干伐7,841,000円、作業道などの基盤整備が1,981,800円であります。県が平成21年度県有林の整備にかける経費は第12次県有林経営計画の実施計画によりますと総額約2億6,800万円であります。内訳は新植 9.9 ヘクタール、下刈り 69.7 ヘクタール、保育間伐 147.2 ヘクタール、素材生産間伐200ヘクタール、作業道4950メートルなどで4590メートルなどであります。このように国有林、県有林の実態を踏まえまして、林業の活性化のために私有林の活用を積極的に行うよう願いを申し上げるところでございます。次、観光をお願いいたします。市長福島和俊君。4年前に私たち八代市が合併したとき、この八代には三線会や山があり、川があり、海があり、そして肥沃な部屋がある、そんな歌い文句の中で合併をいたしました。しかし私はこの山、特に泉村に南東の市に何回か行ったことありましたけど、11月の6日に五箇所の観光施設11箇所を視察をさせていただきました。それはちょうど紅葉のシーズンの真っ只中でございまして、その美しさは大変感動して帰ってまいりました。千段轟の滝など豊かな自然美に満ち溢れており、五箇所平家の里や尾形家、象田家など平家伝説に基づく歴史的な建造物を訪れ、また呉子古代踊りや神楽などの国有の伝統文化に触れ、平安末期から今日まで脈々と受け継がれてきた歴史と伝統の重みを改めて感じました。このようなことから五箇所は改めて
本市の重要な観光資源の一つであるということを認識をいたしました。今後は五箇野市を含め本市のさまざまな観光資源を生かした観光ルートの開発や広域観光に対応した観光地としての情報発信が必要であると考えております。松永純一君。はい、市長の五箇野市の観光に対する考え方を伺いました。今後の取り組みに大いに期待するところでございます。五箇野市はもともと林業林産物の生産などによって生きてきましたが、昭和40年代以降急激な人口の減少と過疎高齢化の進展に悩んできております。林業不振が若者を流出させ、地域の活力は衰えております。五箇野市には分校を含む小学校7校ありましたが、現在廃校4校、休校2校、開校しているのはわずか1校であります。五箇野市の地域の活性化のためにはさらなる観光の振興が必要であります。そのような中、五箇野市の観光施設は昭和60年代から平成の初めにかけて整備したものが多く、施設や展示物など老朽化しているものもあります。観光に対するハードソフト両面の整備を今後どのようにしていかれるお考えなのか、担当の商工観光部長にお伺いいたします。部長。中間商工観光部長。はい。自席からお答えいたします。先ほど市長が答弁されたとおり、本市においては五箇野町と日名郷観光の大きな2つの柱と捉えまして、観光振興に力を入れているところでございます。まず施設面の整備につきましては、新市建設計画に基づき観光施設の計画的な改修を行っており、昨年度は草花資料館のスロープと五箇野町平家の里の受付事務所の屋根を改修したところでございます。今年度は五箇野町平家の里の野外トイレと五箇野町渓流キャンプ場の水位塔の屋根を改修し、緊急経済対策として翌年度分を前倒しして五箇野町平家の里の資料館補修工事にも着手しているところでございます。今後も五箇野町の観光振興施設につきましては計画的な改修を進めてまいります。その他にも国土交通省の支援を受けた建設業と地域の元気回復助成事業により、観光客に分かりやすい誘導標識を98箇所に設置し、五箇野町自然地区に体験農園を整備しているところでございます。また今年度から泉町観光協会へ市からの補助金を増額し、九州内外での観光 PR の機会を増やしているところでございます。さらに県のふるさと雇用再生特別基金事業を活用し、泉町観光ガイドインストラクター協会においてもトレッキングガイドブックの作成やモニターツアーを実施されているところでございます。一方、一昨年からの懸案でありました国道445号線および県道52号線の災害復旧工事が平成20年度末に完了し、観光施設へのアクセスが改善されたため、五箇野町の観光施設の入場者数が増え、おおむね回復の兆しが見えておりまして、今後観光客の五箇野町への集客が期待できるところでございます。以上お答えといたします。以上。松永純一君。はい。部長の答弁で計画的な改修ができるということを理解したつもりでございます。しかし、11月上旬の紅葉時期に
私、県外のお客さんを五箇野町に案内し、呉湖古代の里に行きました。久しぶりに古代の里の資料館に入館いたしましたところ、大変驚いたことがあります。資料館の中には映像室というのがあります。この映像室のソフトは、最近よくテレビで 3D 方式というのを放送をよく見ますけれども、いわゆるその立体映像、当時は先端技術を使った臨場感のあるソフトでありましたが、故障したのか分かりませんけれども、普通の20型ぐらいのモニターテレビにビデオが映されるようになっておりました。その映像ソフトは 3D だからこそ迫力のある映像でありますので、こういったものにつきましても一日も早く回収ができることを望むものであります。また、五箇野町平家の里の入場者に渡しております絵巻物風のリーフレットでありますけれども、このリーフレットは普通の観光施設のリーフレットとは違いまして、普通のものであればすぐ捨てる、帰りには捨てて帰る、それがゴミになる。じゃあゴミにならないためのリーフレット作りはどうすればいいかということで考えたものが、この絵巻物風のリーフレットであります。その一番最後の方に木製の丸棒がつけてあったわけですが、今予算がないからといって、管理組合の話によりますと竹を使っております。さらに平家の里の平家伝説館のエントランスゾーンの展示物の蛍光灯も切れておりました。多額の経費を要しないものでありますので、早急な回収をお願いするものであります。次に、広域観光ルートの確立について市長の見解をお伺いします。観光は先ほどいろいろ申し上げましたが、広域的な取り組みによる入り込み客の誘致が重要であり、特に近隣の市町村との連携が必要であります。本市は九州中央山地国定公園の指定を受けておりますけれども、合併後九州中央山地観光推進協議会から離脱をいたしております。九州中央山地観光推進協議会は、宮崎県が椎葉村と西米良村、熊本県が五木村、水上村、多良木町、湯前町の6町村で構成され、負担金は一律15万円、年間15万円であります。九州ハイランド活性化協議会は、宮崎県が椎葉村と五ヶ瀬町、熊本県が美里町と大和町の4町村から構成され、負担金は一律年間20万円であります。本市がこの協議会に加入していないということは、国定公園やハイランド地域の中心である五箇野町がすっぽり抜けているということであります。先般、両協議会の事務局であります椎葉村および大和町に連絡を出しましたところ、現在観光モデルコースなどの設定をしておりますけれども、五箇野町はそのルートから外している、避けている状態でありますので、ぜひ安代市も協議会に加入していただきたいとのことをお聞きをいたしました。やはり広域観光ルートの確立のためには、まずこのような協議会に参画し連携することが重要と思いますが、市長の見解をお伺いいたします。市長、福島和俊君。はい、松坂議員のご指摘のとおり、さらなる観光客の誘致のためには、県境を超えた広域的な連帯も当然大切であると認識をしておりますし、その組織の目的などについて調査して上で検討したいと考えております。以上です。松永純一君。はい、
市長の広域観光ルートの確立と協議会の加入についてお聞きしましたが、まあ、調査の上検討したいということでありますけれども、ぜひ前向きにお考えいただきたいと思います。九州中央山地国定公園は昭和57年に指定を受けたものでありますので、あと3年いたしますと満30周年を迎えます。まあ、そういった時には九州中央山地国定公園指定30周年記念キャンペーンを実施するなど、積極的な取り組みがパブリシティ効果を生み出し、入り込み客の増加につながるものと確信をいたしております。ごく最近ではありますが、前原国土交通大臣も観光は21世紀の最大の産業だと言っております。やはり八代市以外の地域から八代市にたくさん来ていただいて、たくさん金を使っていただくということが重要であります。市長におかれましては、ぜひ観光振興による地域の活性化を図っていただきますようお願いし、私の今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。